大好き僕のラジオ。皆さんこんばんは、クルーツソフトです。12月17日日曜日午後6時を回りました。気づけば今年もね2週間を切っております。2週間後の今日はなんと大晦日ですということで、やばいですね、焦りますね。まあ師走は早いぞということで、ちょっと噛んでしまいましたけど、今日も全力でね駆け抜けたいと思います。それでは早速参りましょう。この1週間の自動車ニュースフラッシュ。まずはじめに12月11日の月曜日ですね、この日、トヨタ自動車ですね、まあ、日経電子版に掲載されたニュースなんですけども、まあ、トヨタ自動車の国内販売店で、まあ、主要車種ですね、まあ、半数が、注文できない異例の事態になってますということが、まあ新聞に載りましたということで、まあ、我々にとってね車が好きで車の情報を知ってる方にとっては別になんだ今更っていう感じなんだけども、まあ、この主要のねトヨタの販売店にこう聞き取りの調査をしたところ、ミニバン、アルファードやアクアなど20車種のうち約10車種、まあ、半分の10車種がね、まあ、受注制限を11月中旬時点で行っているということで、まあ、みんなそんなの知ってるよってことなんだけども、まあ、これが一般的なニュースになるっていうことで、まあ、詳しい人だけじゃなくてみんなに周知されるっていうことなので、まあ、それほど結構状況としては深刻と言いますか、まあ、その異例なんだよとね。いやそんな今新車買いに行ったって売ってくれねえよってね、全然台数というか販売制限してるから、注文すらね、ごめんなさいってされちゃうかもしれないよっていうのは我々知ってるんだけどね、まあ、こういう状況ですよということで、まあ、ランクル300なんかもねもちろん筆頭ですけどもね、受注制限、つまり買うことができませんと、買う列に並ぶことさえできませんっていうことがねなってるんだけども、まあ、この原因がね、まあ、新聞の調査、まあ、日経の調査的に言われると、まあ、3つ理由がありますということで、まあ、ここが結構注目なのかな。丸一番目は、一つは生産能力を超える需要がありますということで、まあ、みんな欲しいっていう人が多いんだねってことで、まあ、それはふーんって、まあ、知ってるよなって情報だけども、二番目、まあ、予約済みのね、車で、まあ、納車が済んでないということで、まあ、受注残が多いっていう影響もありますということで、まあ、これも我々としては、そりゃそうだ、まあ、受注残めっちゃあるぜっていうのも知ってるから、別に取り立てて新しい情報じゃないと。で、三番目の情報が僕としては、確かにそういうのもあるのかもなっていうのが思ったのが、まあ、トヨタとしましては販売店がそれね、2020年にさこう4つに販売チャンネルが分かれてたのを、まあ、販売チャンネルが分かれてるとしても全社併売ですね、どの販売店でも全部の車が買えますよというふうになったので、まあ、それによりまして、まあ、今までねトヨペット店でしか買えない車、トヨタカローラでしか買えない車っていうのがあったんだけども、まあ、それに関わらず全車種買えるようになっちゃったもんだから、まあ、一部の人気車種にね、まあ、注文がこう殺到して、まあ、それがこうね、今までだったら1店舗しかなかったのが、4店舗ぐらいから一気に変えてしまうというところで、まあ、人気車種にわーっとね、ランクル欲しい、これまではちょっとね、ディーラーさんのお付き合いで、私のやってるディーラーさんではランクルが使ってなかったけども、この店でもランクル変えるの、じゃあ行こうかみたいなとかね、あとは今まで法人で契約しててクラウンだったけども、アルファードの取り扱いもしてくれるようになったんだ、じゃあアルファードに乗り換えようかみたいなことでね、アルファードの注文がわーっていっちゃったりとか、まあ、そういったことでこの販売のね併売化っていうのの影響があるんじゃないかっていうふうに、このね日経新聞の方ではこう分析されていまして、ああ確かになっていうふうに思いました。まあ、いずれにしてもね早くこう欲しい車が買えるね、通常通りの時代になるといいなと思うけども、トヨタ以外のね、販売店では割と普通に注文を受け付けてるの。だからトヨタだけ、この主力の車種の半分もね、買う行列に並べないっていうことで、まあ、異例中の異例の状況はそういったことがあるのかなっていうところで、だから、まあ、トヨタの車が欲しいっていう方は、ちょっと今後はちょっともうね、コロナ禍のような風には戻らないかもしれない。なので、まあ、新しい車を納車した時にね、次の車の予約をしろとは言わないけど、ちょっとそういうことをしてる人も今多いよね。ボクシー納車されたけども、納車された時にもうすでに次のボクシーを予約してるみたいな、そういう人もね中にはいるみたいだからさ、いやどういう、それはいいのか悪いか分かんないけど、ちょっとねそういう時代になってきてます。異例中の異例の状態です。で続きまして、中国汽車工業会ですね、11月の新車販売台数を発表しております。前年同月比で 27.4% 増ということで、まあ、新エネルギー車は非常に増えてますと。で単月で初めて100万台を超えたという状況で、まあ、本当に新エネルギー車、まあ、PHV とか EV ですね、まあ、非常にねすごい台数をはけてますよということです。
で続きまして、ね、全米自動車労組 UAW って訳します。今後 UAW って使ってきますね。でホンダ、フォルクスワーゲン、ヒョンデ、こちらを告発したということで、何があったのってことなんだけども、この UAW としましては、まあ、ビッグ3とストやってあの勝ち取りましたね。あの4年契約ぐらいで、まあ、給料 25% アップだと、まあ、すごい凄まじい形のね、劇的な、まあ、合意に達したんだけども、まあ、そしたら今度はその勢いでね、ホンダとフォルクスワーゲンにもこうさ矛先が向かってるわけさ。でホンダにはまあ、これまで組合結成なんかでこううまくできなかったんだけども、そのホンダの方に関しましては何してくれちゃったかというと、こうね、組合支持派の労働者をね、経営側が違法にこう監視したりとか、フォルクスワーゲンの方では、組合支持者の資料をね没収したりなんかっていう、その組合を作ろうとかさ、組合に対する活動をしようとすると結構企業側がそういう圧力をかけてきたんだけども、そんなの許せんと。さらにはこうヒョンデなんかもね、そういうターゲットになり、あとは、テスラですか、テスラっていうのは労働組合作らないっていうのがね世界的に決まってる、そのテスラの方針なんだけども、そんなのをね知るかと、ね、労組作るんだっていうことで、こう一気にねこの UAW がまあ平たく言うとあれだな、ちょっとビッグスリートのストで息づいちゃってさ、ちょっと調子乗ってんな、ああ調子乗ってる感じがするけども、まあ、そういう勢いでさ、まあ、組合作るぞって、俺たちの権利守るぞってね、 EV 化に反対だみたいなね、俺たちの人権はいいや、なんだその労働を確保しろ守れっていうところで、ちょっと UAW ね調子に乗ってるなっていう状況だけども、ちょっと勢いがあるんでね止められない。さあどうするかっていうところが注目です。でこの日はホンダ E か、生産を2024年1月までに終了するってニュースも入ってきました。まあ販売低迷ということがね、原因で、ホンダ E、 このニュースを聞いて、あホンダ E なくなっちゃうのが寂しいなと思った、あなたが買わないからね生産終了になったんですよ。だからね無責任にね寂しいな、残ってほしいななんて言っちゃいけませんね。あなたが買わなかったのが原因なんですってとこで、まあ、ここは僕は仕方がないのかなと。まあ日本のねインフラのせいもあるかもしれないね。やっぱり EV に踏み込めなかったのはインフラがちょっとねやっぱ弱いというところがあったかもしれませんが、どうしても欲しい方は、1月までにはね終了するということで、まあなくなり次第なのでねまだ売ってますと。あとは中古車のアプリですが、グーネットなんかを見るとどうでしょう、29台登録されてました。お値段は330万円前後。あの内装もね結構こうモニターがブワーッと並んでて、あのデジタルミラーになってるからね結構革新的で、値段的にも330万円いいんじゃない、形も可愛いしってとこで、あとは EV を乗り越えれればね、あの欲しい方もいらっしゃると思うのでね、なかなかどうだろう、いい値段なんじゃないかなっていう感じがしますけども、本当に残念だと思う方ぜひ買ってください、年末にボーナスでねっていうふうに私は思います。私は残念というよりはまあ役目を果たしたのかなっていうふうには思います。12月12日の火曜日です。11月のね中古車登録台数、自販連から発表されていますけども、前年同月比で 4% 増でしたということで、8ヶ月連続ね、中古車登録台数がプラスになってます。まあ、もちろんこれはまあ最近はドドドドドって上がってってるんだけどね、あの中古車ね、まあ、新車買う人も増えたから下取り車も増えて中古車登録にね車が回りますよっていうね、そういう図式でございます。であとは、三井住友銀行ですね、ビッグモーターの経営再建をめぐりまして、主力行ですね、こちら三井住友銀行がビッグモーターにつなぎ融資を実行する方向で調整が動いているそうです。で早ければというか、まあ、12月中旬ですね、まあ、まさにこのタイミングぐらいかなにも、まあ300億円ぐらいだったかな、なんかつなぎ融資が入るみたいだけども、まあ、ビッグモーターにつきましてはね、今伊藤忠商事が、買収するかしないかみたいなところでね支援が決まるまでの間の融資ということなので、まあ三井住友銀行も何も勝算がないところでつなぎ融資はなかなかの決断だと思うんだけども、ただ伊藤忠が入ってくれるんだろうなっていうのが、まあ、おおよそ目処がついているのかな、まあ、それが後押しされたつなぎ融資なのかなというふうに思います。でスズキのワゴン R シリーズですね、日本国内での累計販売500万台達成しましたということで、この日発表がございました。この日に達成したわけじゃなくて、実際に達成したのは11月2日、ただいろいろ集計した結果で分かったのがこの日ということで、まあ、11月2日では500万台に達成しましたということで、まあ、初代のワゴン R が発売されたのが1993年9月、30年3ヶ月での達成となりますということで、
これはその鈴木としましては500万台達成というのは今回2車種目で、先に達成したのはアルトなんだけども、アルトが37年8ヶ月経ったのだったので、まあ、相当早いペースでワゴン R はその記録に達成しますということで、まあ、こちらね、ワゴン R はもうね、やっぱ人気な車ですよね。そのワゴンのね、このなんかスポーティー化っていうのかな、ハイトでありだけどもかっこいいみたいなところで、まあ、人気の高い車で、こちらのね、台数達成おめでとうございます。続きまして TGR ですね、トヨタガズーレーシングですけども、こちら2024年来年ですね、世界ラリー選手権 WRC と、世界耐久選手権 WEC ですね、こちらに参戦する車両の新しいカラーリングを発表しましたということで、こちらの車両になっております。写真がここですということで、まあ、黒基調になりましたね。これまでは白がベースな感じの、マシンですけども、黒基調で、まあ、控えめに言ってもかっかっこいいですね。この GR のデカデカとしたロゴが、まあ、かっこいいしね。この、まあ、GR010 ですか。いいですね。この黒ベースも。最初テスト車両かななんて思っちゃいましたけども、来年はこれで行くんですね。ということで、まあ、かっこいいですよね。私としましては、その、タミヤ模型さんにぜひね、こう、出してほしいね。プラモデルをネットで、GR010 の、模型化をね、ちょっとね、楽しみにしたいと思います。で続きまして、13日の水曜日です。資源エネルギー庁、レギュラーガソリンの店頭価格ですね、全国平均11日時点を発表しております。前週比 0.4 円高い、リッターあたり 175.1 円でしたということで、上昇が5週連続、皆様のね、近くのガソリンも、ちょっと一時よりは高くなったかなと、まあまあ、その170、前みたいな高さはないんですけども、一時ガーンって下がって、わー、150円ちょっとで入れれるんだみたいなところからは、若干高くなったかなと思いますけれども、まあ、これね、前も言いましたけども、原油、ガソリンの元となる原油、安くなってますね。原油が安くなったけども、ね、その分補助金が減ってしまうから、で結果的にガソリン高くなるみたいな、なんだそりゃみたいなことですけども、まあ、こういったことになっております。で、あと、電装製の燃料ポンプですね、リコール相次いでますけども、これが原因で、まあ、ホンダの軽自動車がね、こう、鳥取市の路上でエンジン停止してしまって、で、その車に突っ込んで、まあ、後続車が突っ込んで、まあ、80歳大男性が死亡するってね、死亡事故が起きてしまったことが、まあ、この日分かりました。鳥取県警などの、ね、こう、取材で分かったということで、ついにね、まあ、死亡事故が起きてしまいましたということで、かなり電装製の燃料ポンプ、不具合がね、多くて、いろんなところに波及してるんですけども、ね、一応メーカーとしてはさ、自動車メーカーとしては、その車のね、製品回収して、リコール対応するっていうんだけども、一部装着されてるか分かんない車たちがいるんだよね。その、すべてがすべて、どの車にどれついちゃったか、その、最初に、工場出荷時点では管理できたとしても、その後の交換とかね、まあ、交換した車に対してもさ、一部では情報残ってるんだろうけど、じゃあそれが日本全国とか全てのところで共有できてて、あの車ができてない、あの車の持ち主さんの住所はここで、この車がね、ポンプが不良のままだとかっていうまでは全てを追いかけれてないというか、やっぱもちろん空白もというか分かんないところもあるので、まあ、そういった車たちがあるのでね、やっぱ車っていうのはそのやっぱり正しいルートで買い、まあ、整備はディーラーで整備をされた方が、こういうね、リコール漏れがなくて済むのかなっていう感じがしますね、個人的にはね。もちろん他のね、整備工、指定工、整備工場とか、まあ、割と大きなちゃんとした整備工場で整備されたらいいけども、なんでしょう、ちょろっとした整備工場でなんかね、そのヤフオクとかで買ってきた、じゃあ何々さんをヤフオクで探しといて、その部品作っときますよ、みたいなことやってくださってる。まあ、それはそれで大事なことだと思うんだけども、まあ、そういったところで整備をしちゃうと、部品交換のね、後追いができなくなるので、なんともそこはね、あれですけども、私としては、指定のメーカーの整備工場で整備を受ける方がいいのかなっていうふうに、個人的にはね、思います。で、続きまして、テスラですね、アメリカ当局でですね、200万台以上を対象とするリコール、こちらを届けて出たことが分かりました。テスラとしましては最大規模のリコールですね。正確に203万台なのかな。で、これまあ何かというと、まあ、テスラのね、こう、オートパイロットはね、運転支援システム、こちらが運転手の誤使用をね、防ぐ対策が不十分だということで、まあ、判断しましてということで、まあ、ソフトウェア的にはそのね、AR ですか、無線を使ってダウンロードで対応するみたいだけども、要するに昔から言われてますね、テスラのこのオートパイロット、ね、自動運転、たかがレベル2なのに、
責任はドライバー側にあるのに、さも全てをね自動でやってくれるように誤認識して誤使用するということがやっぱ未だに起きてるらしくて、まあ、そこに対してねテスラのねこう不十分な対応だということで、そちらなんだけども、これ、ね、ダウンロードでどうやって対応するのかな。やっぱりそのオートパイロットとか入れるときにこうね運転手が必ず目視が当然ですよとか、そういったことでなんかメッセージを出したりとか、あのドライバーのテスラ車両がその目線を確認できる装置がついてるか分かんないけども、その目線が外れてる状態ではシステムが稼働できないとか、システムが切られるとか、そういうなんかあるのかな。あとはシステムがオンになってる時はこう色を変えてもっとこうね自動あの要はテスラのオートパイロットモードが入ってることが分かるようにとか、そういうこうね後々的な安全支援を入れてくるのかもしれませんけども、ちょっとこれねリコール台数が半端じゃないので、まあテスラとしてはちょっとやっぱりちゃんと考えなきゃいけないのかなっていう感じがいたします。14日の木曜日です。この日はね日産ですね、今度の26日ですか、創業90周年を迎えるということで、90周年を記念しまして、電気自動車の、まあ、日産サクラ、日産リーフ、あと e パワーを搭載している、ノート、ノートオータ、ノートオータじゃオーラね、あとはミニバンのセレナ、あとはエクストレイル、キックスなんかがの車種、7車種に対しまして、90周年アニバーサリーを設定しますということで、これあの日産のホームページの写真がございましたということで、ニュースルームね、こちらになってますということなんですけども、まあ、日産リーフ、セレナ、ノート、オーラっていうのは、この日からも発売、サクラが19日から、ノートが1月下旬から、エクストレイルキックスに関しましては来年の春ということで、このね90周年モデルが出てくるそうです。なかなかお買い得なパッケージであることと、こうなんていうかな、銅っていうのかな、あのカッパー色っていうの、そちらをこうあしらって、まあ、このなんていうかな、こう電動化の象徴であるこういうね銅の色をあしらった形で、お得なねこう機能とかパッケージ感がつくと思うので、あの車を欲しいな、狙ってる方々、この車種を狙ってる方々はこの90周年アニバーサリー、どうでしょう、昔ほどじゃないにせよ、車自体のリセールもね、この特別記念モデルというのは結構高かったりとかするので、まあ、そういった面もねもしかしたら魅力かもしれませんので、欲しい方は考えてみたらいいのかなと思います。で、あとは、15日の金曜日ですと、日本経済新聞がね、国内の有力な企業弁護士に、こう聞いたところ、企業の法務力が高いと思うね、ところのランキングで伊藤忠商事が初めて首位になりましたということで、今回この伊藤忠が出てきたのでね、こちらニュースにしましたけども、まあ、中古車販売店大手のねビッグモーターの、ね、今買収検討してますので、伊藤忠がね、まあ、法務力も高いということは、かなりね優秀な弁護士もあり法務がしっかりしてるということで、こちらはね、まあ、伊藤忠も、まあ、こういうところがねランキングで上がってくるということは、だいぶその買収なんかもねそのスキルっていうんですかね高いと思いますのでね、いよいよどうでしょう、伊藤忠が OK、ね、ビッグモーター買うって言ったら再建はできるのかなっていう感じがいたします。でちなみに2位が三菱商事、3位が日本製です、日鉄ですね。で4位に三井物産、あれ車会社が来ないなと思って、5位にトヨタ自動車ということで、まあ、そこから先は車会社がほぼなかったんだけども、まあ、トヨタで5位、法務力が高い会社というふうになっておりました。で土曜日特にございません、日曜日も特にございませんというね、こんな感じな1週間でございました。政府としましてこんなニュースもございました。2024年春にもですね、今度の春ですよ、タクシー運転手不足を補う新制度を設けますということで、これなんと運転手に必要なね、まあ、第2種免許ありますね、2種免許を持たない一般ドライバーもタクシー会社の運行管理をね、条件に、お客さんを送迎できるようにね、そういった規制を緩和しますということで、あらそうなんだ、まあ、全部の地域じゃないんだけども、都市部とか一部観光地域でね、タクシーが捕まりにくいってことに対応するための、まあ、そういうね、こう新制度を設けるそうなんだけども、あ、2種免なくてもタクシー乗れるようになるんだ、運転手できるようになるんだってことで、まあ、どれぐらい人が集まるか分かんないですけどね、まあそういったこともね、こういう施策として考えられてるわけで、いろいろ変わってくるなということで、まあ詳しくは23年度中なので、まあ3月までにこうね、議論を煮詰めて、新制度としてね、発表されるのかなと思いますけども、いろいろ車にまつわるね、こう、制度もね、変わりつつあります。以上、この1週間の自動車のニュースでした。明日からの1週間も駆け抜けよう、車大好き僕のラジオ。
い、それではエンディングになります。まあ本当に私事なんですけども、まあ昨日だね、ちょっともう曜日感覚がないんですけども、ちょっと父親がね、亡くなりまして、まあずっと入院してたんだよね。でまあ今週になってからちょっと呼び出しなんかもあったりとかしてね、まあ昨日も朝早く呼び出しかかって病院行って、でまあ亡くなってということで、まあ、なかなかバタバタしててね、その亡くなった状況でね動画なんか撮ってんじゃないと怒られるかもしれませんけど、ちょっとその日程的な感じでね、明日がお通夜でね、明後日が葬儀ということで、ちょっとまあこう日が空いたので、まあ、このタイミングで動画撮って、ね、この YouTube だけは欠かさずやりたいなと思ってたので、まあ、時間があったら できたら変だけど、まあ、ちょっとそういうことがございまして、まあその避けては通れない道、ということで、まあいろいろまだね十分にこう悲しみなんかもこれからやってきたりとかして、ね、もうどんどん今本当バタバタでね、なんて言うんでしょう、ある種とにかくいろいろ立て続けに起こるので、まあ、その気持ちがその高ぶっちゃってる状況なので、十分にそのね悲しみうんぬんっていうところまではいけてないんだけども、まああれだね、結構やっぱりこれからいろいろちょっとしばらくはドーンと来るのかもしれないけども、まあすごくね、かっこいい親父で、まあ誇りの父親でね、僕が中学校の時にね、当時の BMW で7シリーズですね、735に乗ってて、まあ脱サラしてね735買ってみたいな感じで、かなりまあ見た目も結構ね僕とは似てなくて、結構ガタイも大きくて、まあ言ってみたらヤクザみたいにも見えなくもなくて、まあとにかくねかっこいい親父でね、まあその後740とか、まあ、BMW 好きだったねーというところなんだよね。で今回まあ明日そのお通夜があってということなので、まだね予定ではねちょっといろいろちょっと尻滅裂ってごめんなさい、霊柩車ってあるじゃないですか、葬儀場まで乗っていくやつ、あれね、レクサスにね LS500 のリムジンっていうか、まあ、LS500 のだから現行50の前期の霊柩車にね、してもらいましたね。まあ僕のこだわりというか、まあ、まあ父親が亡くなってしまったことは残念だけども、まあ、父親が巡り合わせてくれた、まあ、ご縁だなっていうことなので、まあ、病院じゃない、その葬儀屋さんもね、リムジンにできますよということで、リムジンかって言って、それパンフレット出てきたらさ、50LS のさ、リムジンです。まあ、これすごいなと思って、ちょっとこれ乗ってみたいということで、まあ、それにね、まあ、したんで、まあ、写真撮れたらね、まあ、撮る気だけどもね、撮れたら来週ちょっとね、珍しいじゃないで、誰かわかんない時にさ、写真撮るもなんだけども、まあ、身内が乗ってる時だったら、堂々と写真撮ってもね、怒られないかなと思うのでね、ちょっと写真撮ってね、LS のね、なんだろう、霊柩車もね、ちょっと見てみたいなと思っております。まあ、いろいろ避けては通らない道、いつかはね、と思ってたけど、まあ、ちょっとほっとしてもいるし、残念ではあるけども、ね、最高にかっこよかった父親をね、しっかり最後ね見届けていきたいなと思っております。ちょっとね自分ごとで話してしまって申し訳ございません。今週も聞いてくださいましてありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。クルーズソフトでした。